YTV アナウンサー向上委員会ギュー。さあ今回はですね、まずこちらですけども、ホテルモントレーラスール大阪さんにありますですね、中華料理のサイウンさんに来てるんですが、ここがまたすごいんですよ。食の都大阪グランプリで優秀賞をいただいた美味しいお店ということで、たまにはさ、食べていいですか、ね、もういきなり食べるの、はい、それはそうでしょ。いや、それはそうだけどさ、ちょっと、あら、あれ、ちょっと、あ、今日メイン、今日メイン自ら言うか、いきなり見てとか中谷が、はい、何それ、やばいわ、ゆきさんみたいな。じゃあいただきましょう、はい、今までこんなに豪華なものがテーブルに並んだオープニングなんかなかったからね。どうしたんですかこの番組、ね、食べるんだけども、食べるんだったら先輩からいただいた、ね、あのコメント芸、あ、お、まだね、うん、見せてあげなきゃ。これカニ味噌グラタンですよね、多分ね。うわー、濃厚そう、いただきます。うん、これはまさに、うん、カニ界の先生やこんな感じでいいんですね。よくないですか、林さんのお手本をそこまで言うなら。なるほど、お手本とかなくて本家をやらないと、うん、え、本家いや、ごめんなさい、本家は引っ込まない。健在だね。複雑な顔してますね。長いな。味わってる、味わってる。すぐに出さないところがやっぱりこれ。なるほど。ね。これですね。ああ。ちょっと待って。一年間ブランクがあるから、ね。これは。うん。まさに、うん、カニ界のお インドネシア界や。インドネシア、あれインドネシア、フォローのしようがないのよね。これはちょっと厳しいわ。ちゃんと美味しいコメントしてくれる？あ、はい、うん、すごいカニの身がたっぷり入ってますよ、ほら、うん、うん、あ、ちょっとカレー風味なんですけど、すごいまろやかで、うん、カニがすごいいい出汁出てる、おいしい。ひこまろこめんなんで2人で寄ってくるんだよ。じゃあね、このおいしさを、ほっ、ほほほ、何怖いんだけど。これはまさに、おお、サッカー界の本田選手だ。サッカー界の本田って言ったらもうそのまんま本田のことだ。もうお願いだから。それぐらいすごいってこれ。このコメントやめて。全然同じものが伝わらないから。復帰に合わせてプチドッキリ仕掛けてみました。え、いつドジクルに。ドジクルに。よくこんなの。よくさ。お前はあげられる。